はいみなさんこんにちは、教育百科と平のと申します。今回ですね、塾のトラブル解決集パート2ということでございまして、やっていこうかなと思っています。パート1が結構好評だったので、パート2もやっていきたいと思いますし、えー、パート3、パート4もやっていきたいと思ってます。 今回扱いますのは、えっと、志望校を下げたいと言い出した生徒の対応と、学力が足りなさすぎる生徒の受験対応というのをやっていこうかなと思っています。もうそろそろね、この辺始めておいても良いかなと思っていますので、不意に向けて準備をしていきましょうえ。前と同じ説明になってしまいますけれども、よく言われることをランダム形式で取材していますなので、パート3、パート4、パート5みたいな感じでやっていきたいかなと思います。その都度ランダムでやっていきます。クイズ形式で取材しますので、あの止めて考えてみてもいいかなと思います。で、3つ目なんですけど、あのどれが正解、どれが正解、 不正解とかっていうので、あのあった。間違ってたみたいなのをすり寄せるんじゃなくて？ であの思考のパターンっていうのをストックできるといいかなというふうに思います。やっぱり対応するためには、やっぱね思考のパターンっていうのをいくつかストックしておいて、このパターン、あのパターンもあるなとか、こういうパターンもあったなみたいなふうにやれると解決策に導ける場合が多いので、あの当たった、間違ったとかじゃなくて、平野はこういう思考パターンでやってたんだなっていうのを真似できると、もしくは応用できると、もしくはこれは使えないよねって判断するのもいいのかなというふうに思います。え使ってる思考法に関しては、論点思考でございますので、論点思考という本、 概要欄に貼ってありますからぜひ読んでほしいかなというふうに思ってます僕はこの本はね塾講師は必読書としたいかなというふうに思ってますよろしくお願いしますはいでは1番目です A 判定から B 判定が出ている生徒がですね志望校を避けたいと言ってきた場合どのように対応しますかという問題ですまず一番頑張ろうよと言って志望校のレベルを変えないように応援する 2番、下げたいなら下げてもいいよと言って、生徒の気持ちを尊重し、承認する、下げ,るところに下げたいところに下げてもらうで、3つ目、プレッシャーの理由ってのを確認してから考える。 4、親も呼んで3者面談もしくはお父さんも呼んで4者面談を行う。さあ、どれでしょうかえそれとすぐに変わりますので、止めたい方は止めてください。はい、正解ですね、えっと、志望校を下げたい論点を探してください。でも結局これにつけるんですけど、ただし、経験上圧倒的に多いのは、親からのプレッシャーであることが多いです。なので、安易に頑張れとか、えー、いいよって言ってあげるんじゃなくて、 志望校ををたいい論点を探してください一応その回答例として一番多いものは親からのプレッシャーですよという意味ですなので3番のプレッシャーの出所を確認するっていうのがいいかなと僕は思っていますプレッシャーが起きると人ってのは行動力が弱まります、まあ、要するに心が弱くなってしまうんですよねなのでなんでそういう事態に至っ,たか至ったのかっていうのを 深くく確認してください適切な処理の方法はプレッシャーがない場合自分はどうしたいのかを確認することです、まあ。要するに親からプレッシャーをかけられました、えー、友達からプレッシャーをかけられました学校の先生からプレッシャーをかけられましたって時に 結局なんだけど、プレッシャーがあるから、阻害要因として死亡を下げたいと言ってるわけなんですね。だから、プレッシャーがないんだったら、まず自分はどうしたいのってことを、きちんと本人にも確認させることが非常に重要です。じゃないと、自分って何がやりたいんだったっけって思っちゃいますから、路頭に迷ってしまうとあの、悲しいことになってしまいます。なので、自分ぐらいはさすがに、こういう意思があったから、こういうやりたいことがあったから、この高校、この大学目指したんだという、自分はどうなりたいか。 っていうところに関してきちんと先生側がアプローチをして手助けをしながら確認してあげるっていうのは非常に重要かなというふうに思っています。 まあ結局なんですけど志望校は上げようが結果下げようがどちらにせよなんですけどプレッシャーに打ち勝てるのは本人だけなんですよねでもちろんこっちらは頑張れ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 って言ってプレッシャーに打ち勝てるんだったらこんな楽なことはなくて実際にそんなことでですねあのプレッシャーに打ち勝てることは少ないわけですよですからやっぱりプレッシャーの論点を探しに行くで、えー、本当の気持ちと決断させる勇気を与えてあとは相手の判断を待つ生徒の判断を待つ といいいいううののが一番よろしいのかなというふうに思いますその時にやっぱり自分はこれがやりたかったんで志望校は変えませんって言ってきたら正解の処理だったかなっていうふうに感じればいいかなと思いますでいろいろ自分で考えたんですけれどもやっぱり、えー、プレッシャーに打ち勝てないので、えー、志望校を下げるという判断にしますって言われたらそれはそれ仕方のないことではありますねはいでは2問目ですね 学力が到底及ばないような志望校を努力不足なのに堅くなに目指す生徒の対応はどうするべきかっていうのを考えましょうじゃあ1番学力が足りないことをきちんと突きつける2番自分の学力不足では受からないということを気づくまで放っておく3番受からないと思いつつ応援する4番志望校以外の問題に突っ込むじゃあスライド数変わってしまいますので止めたい方は止めてください はいそれでは平野の対処法です、えー。志望校を上げる論点っていうのはですね、承認欲求を満たしたいからの場合が多いんですよ。あまあ、ただし、絶対ではありません、えー。志望校を上げたいからっていうのは、どこどこ大学に行きたいとか、なんとか学びたいとかって表面上は言うんですけど、そんなものは全部嘘です。基本的には、えー、承認欲求を満たしたいからの場合が多いです。例えばですが、大学受験だと何が何でも国公立大学にしか行かないとか、も親もまた、 国公立にしか生かせませまんみたいいな、まあ、こういう承認欲求ですね子供も親も承認欲求持ってるとこうなりますあくまでも志望校の高さっていうのは〇〇大学を目指しているという肩書きに酔っている場合が多いんですよねつまり諸悪の根源は努力不足とか〇〇大学とかではなくて不純な承認欲求なんですよ そこを改善しないとこういう子は一生つまらない人生を送る可能性があります。要するに、いけもしないこと、できもしないことを夢見つつなんだけど、何も行動を起こせないっていうタイプですね。なんで、救うんだったら僕は必ず、嫌われる勇気っていう本を皆さん読んで、ああ、承認欲求が高い子とか、えー、自己顕示欲が強い子ってのは、こういうふうに処理しなきゃいけないんだなっていうのを学べると良いかなというふうに思います。 切られる勇気の内容を話すとちょっと長くなってしまうので、概要欄に本を貼っておきますけれども、そこからどう思われるとか、あーそういうところのケアが必要になってくるんで、実はちょっと難しい問題でございました。なので、ちょっと切られる勇気読む時間もないとか、か、えー、読むつもりもないという方に関しては、4番じゃなくて3番が正解になります。えー、受からないなと思いつつ応援するがビジネス的には正しいでしょうじ。じゃないと、放っておいたらやめちゃいますし、 あの突きつけてもなんかあの先生やだってなってやめちゃう可能性があるんでとにかく受からないなと思っても応援し続けて塾にいさせ続けるってのがビジネス的には正解かもしれませんなのでできる人は4番切られて勇気を読める人は4番でそこまでしたくないという人は3番でいいかなと思います 意外とこの問題に関しては、大人がよく言う、大人だったら勉強しとけよかったなーと思うぞとか、あの、浪人大変なんだぞみたいな言葉は意外と聞きません。なんでかっていうと、別に本人は勉強が辛いから辛くないからとか、そういうの関係なくて、結局なんとか大学に診らしてますって言いたいだけだから、そんな話入ってこないんですよね。っていうところが論点なんですよ。って押さえると、 承認欲求の満たし方承認欲求というのは意味がないんだよということをきちんと教えられる方が、まあ、生徒にとっては幸せなのかもしれませんはいまとめなんですけども問題が起きた時に表面的な対処にならないように注意してくださいパッとひらめいた言葉意外と表面的な対処だったりすることが多いので注意してください深く聞いて背景を理解することがすごく大事になってきます また背景を理解するためにはコミュニケーション能力っていうのも非常に重要になってきますいろんな会話から仮説を立てるという力も非常に重要になります基本的には本を読んで僕の動画でケーススタディをするのが最も効果的かもしれません参考になった方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではありがとうございました